私は清水建設株式会社メガクリーンアンプロジェクトの建設所長をやっております山田と申します。私たちは218年の歴史を持つ日本の建設会社です。日本はインドネシアと同じく地震が多い国で、私たちも日々耐震や防災に関心を持ちながら専門家としての立場で、建設物の設計及び建設工事に携わっております。メガクリーンアンプロジェクトの耐震構造形式はデュアルシステムと呼ばれる鉄筋コンクリート造耐震壁と鉄筋コンクリート造柱張りラーメン加工の併用構造を採用してまして、強度と剛性、つまり建物の硬さを確保しています。こちらの模型にあるように2つのタワーを11階レベルまでの低層部で一体化させることで、通常より地震時の変更系を抑えることができております。その結果、設計基準で要求されている制限に対して約半分の変形に抑えた、建物を設計することができており、地震による建物の損傷の軽減が図られた建物となっております。本プロジェクトでは品質の維持・向上のために3つの取り組みを行っております。1つ目は鉄筋の地組み工法です。通常建築現場では鉄筋組み立て施工場所が高所作業となります。本プロジェクトでは近年日本でも主流で採用している工法の鉄筋地組みを地上の地組みヤードの足場の安定している場所で行い、前もって組み立てを完了させ、さらに品質確認検査が行われた鉄筋ユニットを必要時期にクレーンで吊り込む工法を採用しております。それにより鉄筋一つ一つの品質を維持しながら建物を建設することができるのです。2つ目は建物の PC 化です。 PC は現場でコンクリートを打設するのではなく、前もって工場で鉄筋コンクリート部材を生産し、現場へ運搬してクレーンにて取り付けを行います。通常鉄筋と同じくコンクリート打設は高所での作業となりますが、風の影響も受けにくい工場で製品を生産して現場に持ち込むことで品質管理が徹底でき、高品質を保つことが可能となります。3つ目は外周養生かつ作業足場のセーフティスクリーンの設置です。5層で形成されるスクリーンは、上部にて躯体工事、中間部および下部では外装工事および仕上げ工事を施工できるように計画されております。通常は簡単なネットのみを設置し、また躯体工事のみの目的でしかなく、外装工事は不安定な高所でまたはゴンドラで行っていることが主流です。私たちはしっかりとした足場を、セーフティスクリーンを構築することによって職人一人一人の安全を守るとともに、管理者の品質確認ができるようにしております。世界中で異常気象のニュースや海面上昇のニュースが流れるなど、環境問題への関心は非常に高まってきています。私たちも未来へ良いものを残すために環境に配慮した現場運営を行っております。通常建設現場ではコンクリート打設に木枠を仮設型枠として使用しているため、通常非常に多くの木材を使用しています。私たちはその木材を金属や樹脂製に変えて繰り返し使用ができるようにして手配をし、木材の使用削減に取り組んでいます。このような製品をシンガポールやドイツから製品を輸入するなどして、インドネシアではあまり例のない取り組みを行っております。本プロジェクトでは未来へつなぐものづくりを目指し現場運営をしています。その一つとして現場の整理整頓や清掃清潔を保つことを目指しています。私たちの現場ではそういった
基本なことから細かく指導をしております。現場をきれいにできない人が良いものを作ることができるでしょうか。良いものを作るということはこういった基本的な積み重ねが重要だと私たちは痛感しております。最後にお住まいになられる方のために、安心して品質の良い建物に住んで満足していただけるよう工事完了まで努めていきたいと考えております。